5月4日日曜日、新旭町大荒彦神社で七川祭りが行われました。馬の宮参りや流鏑馬、百個振りの勇ましい姿に歓声が上がりました。ひし形の的がついた青竹を持って歩く的練り。しんがりのたるふりの二人の若者が口上を唱えると、桟敷の見物客から笑いと拍手が起こっていました。旧八ヶ村から毎年輪番制で、やっこふり12人とたるふり2人が選ばれています。やっこふりは県の無形民俗文化財に選択されています。これまでは手投げであった流鏑馬は、今年から小笠原流で行われました。騎手が矢を弓で見事に射ると歓声が上がりました。